はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いします。さて今回はですね、皆様が大好きなですね、スターウォーズのですね、新作情報が出たので発表したいと思います。イエーイ。はい、今回皆様にですねお届けする情報は2つあります。まず1つ目はですね、サムネイルに書いてある通りですね、2019年12月2日に公開されますね、スターウォーズザ・ライズ・オブ・スカイウォーカーのですね新画像が、公開されたので、皆様と一緒にですね、まあ画像を見ながらくっちゃべっていきたいなと思っております。はい、そして2つ目はですね、ディズニー公式からですね、スターウォーズエピソード10、11、12のですね公開日が発表されたというところをですね、皆様にですねお話ししたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。では早速ですね、画像の方を見てみましょうよ。皆様気になるでしょう、画像だって僕だってね気になりすぎちゃって見たらね、うわこの画像めちゃくちゃ匂わせるわっていうですね画像だったんです。では早速行きましょうよ、どうぞバン。はい、こちらの画像でございますよ。もうね、なんと匂わせるね、ディズニーってやらしいよね。レイという女性がですね、水面下にですねライトセーバーを向けて、その水面に反射しているのがカイロレンというですね、はい、まあですねよく言うじゃないですか、水辺に映るものは己の心を映す鏡だと。言わねえか。でもなんかね、絶対そんな感じなんですよ、これ見ていると。はい、これね、もうこれの画像を見ていると皆様どう思います？やっぱりね、カイロレンとレイというものは何かしらの共通点があるんじゃないかなっていうところを匂わせてきますよね。でプラスアルファですよ。まあこれですね、レイという女性がですね、まあダークサイドと葛藤してるようにもですね見れるんでございますよね。で今作のですね、ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカーというですね作品の予告にはですね、皇帝が映ってるわけでございますよ。はい、まあ皇帝というのはですね、ルークという男をですねダークサイドに寄せた男でございますよ。はい、まあそんな男が出るですね、この、新3部作の最終章にあたるですね、ザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカーという作品ですね、やっぱり光と闇、ライトサイドとダークサイドというものを表現するんじゃないかなと個人的に思っております。はいね、はい、皆様のですねこれを見た心境もですね教えていただければなと思っておりますよ。はい、では続いての情報ですね、ディズニーがですね2027年までのラインナップを発表いたしました。はい、まず最初にですね、このスターウォーズという作品でございますよ。はい、2019年12月20日にですね、まあ先ほど言いましたですね、ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカーが公開され、新3部作が終わった後ですよ。その後はですね、2022年12月16日に全米公開される、まあタイトルは未定なわけでございますけど、まあそれを皮切りにですね、2024年12月20日、2026年12月18日とですね、スターウォーズの新作映画が公開されるわけでございますよ。はい、まあですね、ディズニーという会社はたまたですね、まあ噂によりますとですね、40年以上にわたってきたスカイウォーカー一家のですね宇宙をですね巻き込んだですね親子喧嘩というものがですね、まあこのエピソード9で終わるということでございます。はい、ちょっと寂しい反面ですね、なんか新しい時代の幕開けなんじゃないかなと思っております。はい、まあですね、これだけじゃディズニーは終わらないわけでございますよ。はい、この新スターウォーズというのはですね、2年ごとに公開されていくわけでございます。はい、この間何をするのかというとですね、アバターを公開するわけでございますよ。はい、まああのですね、今全米興行収入、全米じゃない、全世界興行収入ランキング第1位のアバターのですね続編をですね4本制作するということでございまして、スターウォーズと交互に公開してサンドイッチにするわけでございますよ。これね、もう映画好き死ねないよね。死ねないよ、僕も死なない。
皆様どうですか。まあですね、このディズニーという会社ですね、21世紀フォックスというですね会社を買収しましたわけでございますよ。はい、まあそれでですね、アバターという作品もディズニーの方に行ってしまったわけでございますけども、はい、まあ今後もですね、アバターはたまたですね、スターウォーズの情報を皆様にお届けしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価などなどですね、あとは皆様がですね思うスターウォーズのお話、はたまたですねアバターに対する熱い愛、コメント欄にぶつけていただければなと思っております。以上、フルート部会でございました。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。